じゃこんにちは。さあ豊さん、はい、今日早速もいろんな共同通信などの記事が出てたんですけど、最近きな臭い記事が多いな。なんかね、すっきりしないというか、なんかあるのかなっていう、ちょっといや、なんか噂も飛んでくるんだよね、よく豊さんの耳にも大きく飛んでくるよ。大きくきますか、うん。まあ、あの高知人、はい、まあ、今年は結構コーチ退団される方、そしてもう次決まってる方、うん、結構いらっしゃる。なんかあれだな、引退会見してもさ、はい、次決まってるとニコニコして引退会見してるな。はい、なんかすっきりした感じで、まあ、一つこう、なんていうの、ほっとする部分があるんだろうね、うん。まあそうでしょうね、次に決まってるっていうこと、安心感みたいなものが、ね。DeNA が石井拓郎氏を来期の一軍スタッフに呼ぶことが、はい、球界関係者の話で分かったというふうに記事出てまして、はいはい、石井拓郎さんといえばつい先日あの巨人、うん、まあ、3軍行かされてな、はい、いろいろちょっとね、最後騒動がありましたけれども、うん、まあ、騒動っていうかさ、はい、まあ、タンパリングがあったのかなって思うけどね。だから、まあ、DeNA との接触があったとか、まあ、そういうことがあったのかもわからないし、それはもう憶測の域だから、これははっきり言えないけど、でも石田黒って広島を皮切りにヤクルト、巨人、今度 DeNA 休む間もなくでしょ。そうですね、だからこれいいのかなって俺は逆に思っちゃうんだよね。その野球界のルール、まあ、暗黙じゃないですけど、一応礼儀とかマナーとかのルールの中で、うん、いや昔はね、はい、昔はやっぱりこう愛着持って指導するじゃない、はい、それを同じセリーグで4球団目って言ったらさ、全部敵にするわけじゃない、はい、だからなかなかやっぱこう難しかったよ。ただ時代は変わって、はい、今はビジネスって考えるとさ、やっぱそうやって生きていかなきゃいけないし、はい、そういう夢を追っかけていかなきゃいけないし、まあ、石井拓郎は DeNA のね、はい、前身の OB だし、はい、だからそういう意味ではなんていうの、まあ、実家に帰るみたいなさ、まあ、そういう感覚はあるんだとは思うけどね、はい、ただなんかこう広島からヤクルトに入るときは家族の家庭の事情で東京に戻りたいって言って、はい、ヤクルトが面倒見ますっていうようなことで、まあ、帰ってこれてみたいな、はい、まあ、いろいろあって、いやこんなに球団を変わってて大丈夫かなっていうふうな逆に心配はあるけどね。そうですよね、うん、でこれ結構今皆さん記事でとかネットでも石田黒さんは今すごいポットの話題なんですけど、はいはい、巨人でいきなり三軍に行かされたと、うん、あれはやっぱあの時期に何か後ろで動いてたっていうことが、うん、なんか漏れてしまったからっていうこと、まあ漏れない話はもうほとんどないよねこの時代まあそうですよね。だから皆さんが想像してるような通りなのかもわからないけども、例えば、まあ、そういうのがあったらやっぱ巨人としたら面白くないし。そうですよね、うん、だからそれはどうかわからないよ、はい、俺も、うんうん、ね、そうやって俺も噂で聞いたことあるし、いわゆるその皆さんがこう想像しているのは、うん、そのあのシーズン途中で DeNA と何か接触があって、例えばじゃあ次こういう路線を引くから DeNA にみたいな、そういう何かがあったんじゃないかな。いや分かんない、それ路線はどうか分からないけど、はい、路線は分からないけど、まあその力を貸してくれっていう、うんうん、まあ、話はあったかもね、うん、でも逆に言うとこれだけいろんな球団からひっきりなしに呼ばれるというのは、うん、これはこれですごくやっぱり手腕がある。いやだから俺は、はい、石井拓郎からあの指導されてないから俺がコーチの時に石井拓郎を指導したぐらいで、はい、俺は指導されてないからその指導がどうのこうのっていうのはそれは分からない、分からないけども、うん、どうなんだろうね、まあ、それだけ人気あるっていうことは、はい、指導の能力的なものはあるんじゃないのかなと思うよ。あといろんな、例えばチームに人脈があるとか、うん、そういうパイプがあるとか、まあ、パイプ、まあ、もうあるのかも分からないし、はい、まあ、そういう政治的なものが動くのかも分からないし、うん、それは分からないけど、俺逆に心配してるのは、はい、大輔なんだよね、三浦大輔、はい、でやっぱりこう先輩が帰ってくるわけじゃない、はい、で斎藤隆も帰ってくるわけでしょ、はい、先輩の先輩これね、うん、先輩だらけになってくると、うん、でまた近いじゃない、微妙に近いですね年が、うん、ほんでマウンドに行っておい大輔お前何やってんだと、はい、ね、いやいや現役時代の、あ、現役時代、はい、お前しっかり投げろお前って何逃げてんだよとかなんとかって言われたような仲間たちなんだよね、はい、それとかナイスピッチングとかナイスバッティングとか、はい、だからそういう人間が数多くいて、うん、まあ、監督決定権があるのは大輔だけども、
おい大輔やりやすいかなと思ってさ。そうですよね、うん、言えるのかとか言えないくなっちゃうんじゃないかとか。まあ例えば斉藤隆、はい、ピッチングコーチに、うん、何やってんですかって、あんなフォアボールばっかり何指導してるんですかって言えないでしょ多分。無理ですね。一緒にやりましょうみたいな僕もピッチャー出身なんでそうですね、そうなりますよ ね、まあ、走塁ミスしたとか、はい、なんとか作戦でミスした拓郎さん何やってんですかって言えないと思うよ。言えないです。で拓郎も、うん、はい、すみませんなんて言えないでしょ怖いね。だから俺は石井拓郎がこうセ・リーグ4球団目とか、はい、いろいろ、まあ、そのことよりも、うん、俺大輔が心配でね。大輔がそれだけ強く出れるんだったらいいけど、はい、あまりにもこう先輩後輩としてのなんていうの年齢が近いし、はい、ちょっと年上なんで、まあ、そこら辺やりやすい環境では決してないなって。そうですよね、まあ、みんな知恵はあるよね。確かに知恵はあるからそれをこう拝借するというか、はい、借りるというのはそれは素晴らしいことだと思うけども、ただそのやっぱり人間関係じゃない。打活が絶対大丈夫みたいな。あ、はいはい、そうです ね、うん、全員先輩みたいなそんなんじゃさ俺やりにくくてしょうがないと思うよ。そうですね、そうなってくるとやりにくさってそのなんか出てくるとチーム選手たちにもそれって伝わりますよね。なんかあれっていうのはどっちを向いていいかわからなくなるというかさ。そうなんですよね。だからそこら辺のそのバランスはうまく保ってほしいなって思うよね。ということはやっぱり石井拓郎さんはその、まあ、例えば首脳陣かというよりかはやっぱり球団側が呼んで今回来るっていうことなんですかね。まあこの人事はちょっと分かんないけど、はい、まあ決して悪いとは思わないよ、うん、でも人事を通して来てるのかっていうことだよね。そうですよね、うん、だからそこで間違えると敵を多く作ることになるし、はい、まあそれはどうなのか分からないけどもね、うん、まあ、あの優秀だから4球団からオファーもあるだろうし、はい、うんうん、そこら辺の人事を間違えるとやっぱ敵も作ってきてるだろうし。そうですよね、うん、だから決して悪いとは言わないけど、はい、三浦大輔が、はい、俺はこうこの記事を見た時に大輔大丈夫かみたいないや青山ぐらい離れてると、はい、もうなんかもうおじいちゃんと話してるみたいな、はい、ね、俺なんかも青山は俺の一個下だし、はい、まあ、例えば俺が横にいるとしたら大輔、うん、こういう時はこうじゃないかなみたいな、うん、はい、そうすかねみたいな、どうするかやってごらんみたいな、あ、 そんなことになるけど、ね、はい、ここら辺はなんか血の気が多いでしょ。まだ年齢が血の気が微妙に近いだけに、そうだから大輔がこうやってくださいって言ったら、いやまあこう違うだろうみたいないやいやそうじゃなくて僕が決定権ありますよって、お前が決定権あるけど間違ったら決定すんのよみたいな、そんなになってくるともうやりづらくてしょうがない。チームも、ね、B クラス低迷とかそういう不協和につながることも考えられますもんね。まあね、だから俺はやっぱこう大輔の感性と拓郎の感性はまた違うだろうし、また斉藤隆の感性っていうのも違うだろうし、はい、だからまあいろいろ話し合いだないやいや本当にその選手たちのチームがまずまとまる前にまずコーチ陣とか、まあだから、ね、その高津が言ったじゃない、はい、高津監督が一枚岩でどんな時もいなきゃいけないとかね、うん、だから絶対大丈夫、そうなったら絶対大丈夫ってみんなに勇気をつけて、まあ、優勝を勝ち取ったという、まあ、そういう状況にまで、はい、やっぱこう一枚岩になれるかどうかね、うん、だから、ね、三浦大輔をこう本当にサポートできるだけの体制なのかどうか、はい、まあ、これはやっぱりよく球団の人たちは観察してほしいなと思うよね。そうですよね、例えばその方の性格でサポートに回れる性格の方なのか、うん、それとも自分がやっぱり前に前にの方なのかっていう性格もやっぱりいるんでしょうしね。いやだからさ、戸ざまでいる時はそうじゃないかもわからないけども、はい、やっぱこう自分の実家に帰ってきたら、はい、やっぱこう自分が自分がっていう風になる可能性もあるし ね、みんなね、みんなそうですよね、みんな、うん、だから、うん、そういう意味では非常に大輔が心配だそこいや、やっぱりさ大輔って生え抜きでね、はい、頑張ってくれて、うん、でずっと一筋で、はい、同じ球団にいてくれてね、で若手監督だって、はい、まあ、人気もありの、うん、まあ、その中で監督に就任したという。でも1年目ボロボロだよね、まあ、1年目じゃなかったらクソミソ言われてると思うよ、はい、まあ、だけど成り立てだと、まだ若いと、まだその勉強の途中だと。でも来年はもうそうじゃないと思うんだよ、はい、もう勝負の年にはなってきてるしね、うん、だからそういう意味ではいいサポートをしてほしいなと思うよ。まあ、そこだけなんだよ。だから石井拓郎が入ろうが、うん、斉藤隆が入ろうが別にいいんだけども、はい、いいんだけども、
まあ、そこら辺のサポートがしっかりできる体制を球団が釘を刺してちゃんと言ってほしいなって思うよね、うんうん、そうですね、うん、じゃなかったらいりませんよって、うん、どっちを守るんだと言ったら監督をやっぱ守ってほしいよね。そうですね、そこはやっぱり球団のトップに毅然としてそういうふうに言ってほしいですよね。 OB がねこうやってね他の球団で勉強して力をつけて帰ってくるっていうのは素晴らしいことだと思うんだよ、うん、はい。だからその経験したこと自分が持ってるノウハウそれを全て注入してね、はい、大輔の時に強いチームを作ってくれることが OB としては願うことだよ、はい、そうですね伊藤さん OB ですもんね。もうひっちゃかめっちゃかになるんじゃないかなと思ってちょっと今のところちょっと心配してるけどもしかして豊さんがシーズン途中で抽選に入ったかもちょっとやめてやめてそうそうそうお前は黙っとけみたいなそうそうお前は好きにやれみたいなもしかしたら仲裁としてね豊さんが入ったかもしれない。いやいや、まあね、そんな力があればねそうしてあげたいけどはい、そんな力ないし、ね、アドバイスはこうやってこういう画面を通してアドバイスしていこうとは思うよ。そうですね、うん、とにかくあのチーム一つになっていやそうそうそう、ね、本当やっていってほしいです、ねうん、だけどやっぱりあの親元に帰る、まあ、育ったところに帰るっていうことは、はい、すごくそのチームに対しての愛情も深いと思うんだよ、はい、その愛情深い人間たちが帰ってきたということは、はい、やっぱり一つプラスということを考えてね、はいまあ、頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、はい